お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今日もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、受験ね、終わった方はお疲れ様、終わってない方は頑張ってください。というわけで、今日はね、こちらメガナイト枯渇、タイトルかサムネにもね、多分メガナイト枯渇ってなってるんですけど、メガナイト枯渇なんですけど、ちょっとね、これ豚が紛れ込んでます。はい、ちょっとね、これはね、これがあることによってもうメガナイト枯渇ではないんじゃないかっていうようなデッキなんですけど、メガナイト枯渇ですね。はい、ロイフがたまたまついてる、だけでございます。で、マジアチャですね。マジアチャが入ってるのが、若干珍しいかもしれないんですけど、もうマジアチャが今結構流行ってるんですよ。だからもうマジアチャに勝つためには、もうマジアチャをこう入れちまえって感じのマジアチャになってます。よろしく。で、ちなみにこのデッキなんですけど、僕がね、作ったように見えて拾ってきました。はい。お得意のね、拾ってきました。で、遅延テスラクロス、アイスイズテスラの、トルネで、それ、俺が今言ってるやつね、が、今ちょっと増えてて、あとはこの遅延のスケラとかも増えてるんですよ。で、それに対して、インドラがすごい刺さります。え？やばっ。ちょっと待って。相手今ロケットとポイズン10個割いてるんですよ。言ったらアイスイズ13個割いてるんで、これだけできついと思うんですよね。あ、終わってくれこれはトルネか？トルネで、タゲオ、インドが、あ、これだって終わったっすよね。あー、ザップってもよかったな。いや、落ち着け。ここで、アイスイズ割くとコストがないので、お疲れ様でした。グッドゲームですね。はい。というわけで、ワンチャン？え、でもコースないっすよね。トルネ使ったらコウモリ、ワンチャン？いや、いらねえな。逆にここでコウモリ割いて、これにトルネードを使わせます。っていう、ありがたいですね。このコウモリだけにポイズンですからね。よしよしよし。もうこれ勝ちましたね。相手ロケットポイズン、あれだ。僕が結構昔に使ってたような、多分引きこもりデッキだと思いますね。もうディガーが多分回って、あとロケットとポイズンでね、削るデッキかな。で、アイスイーズが最近勝率増えてるんですよね。で、アイスイーズ入れの、デッキに対して、マジアチャとインドが両方刺さるって感じですね。これはね、真ん中マジアチャで、出てくるやつね、生えてくるやつをぶち壊したかったんですけど。テスラがね、ちょっと強いんですよね。よいしょ。ここで焼きつつ、右と左どっちでもいけますね。ちょっと、ここは削れてる側に行きたいと思います。いいですね。このインドも、ザップ。あ、待って。これだ。ごめんなさい。ちょっと。ディガが座れたことによって。あ、ラッキー。スターン？ちょっとね、もう僕、いつもマジで夜の寝る前に動画撮ってるんですよ。3時とか4時。もう言っちゃうと5時とかに撮って、ちょっとダメだったなと思ったら撮り直ししてっていう、マジでもう気合いのね、動画をいつも撮ってるんですけど、寝る前に。今日はなんと昼、マジで1時ぐらいに今動画撮ってるんですよ。もうマジで、やばいです。もう2ヶ月ぶりぐらいに。コラボとかだったら、いつも昼とかな、夕方とかなんですけど、マジで、僕、いつも個人で撮る動画ってこう、絶対っすね、マジで。寝る前なんですよ、100。なんか、じゃないと、あんま元気じゃないんですよ、僕。昼は。なんですけど、ちょっとね、今日はマジで本当に、何年ぶりかっていうぐらい、さっき2ヶ月とか言ったんですけど、っていうぐらい久しぶりにお昼にね動画を撮ってて、その理由としてはですね、今日ねっていうか、昨日姉貴が来たんですよ。今日か。姉貴僕2個上に姉がいるんですよね。2人兄弟なんですけど、姉しかいないんですけど、姉はなんか神戸の大学かどっか行ってて、なんか遊びに来てて、はい。なんで、今日昼ご飯にね、飯を一緒に食い行ったんですけども、急にね、急遽かな。はい。今から東京行くわーって、お前、どんだけ軽いねんって感じで、東京急に来て、飯食い行こうって、はい。行って、で、しかも、昼からですよ、さっき。焼肉行ってきましたからね。昼から焼肉って本当に、ほぼ行ったことないですけど、1回ぐらいありますけど、マジで。昼から焼肉食って、しかも結構なんかお肉にね、こう、なんか、わかります？こう名前が、牛心とか、貝なんちゃらとか、こう、お肉にこう、名前の書いた串とかがね、こうなんかピシーっていうのかなんか名前の書いた札みたいなのが置いてある、ちょっとね、いい感じのね、ところにね、ちょっと行ってきましたね。なんで今ちょっと、こう、気分がいいですね。いつも、なんか起きる時間とかぐちゃぐちゃだったりするんですけど、なんか気持ち今日早起きして、はい、昼飯も食って、お腹満帆で、もう今からフリータイムっていうこのね、ちょっと幸せな気分に浸ってるんですけど、マッチング遅いんだよな、マジ。気悪い。で、マジ動画撮った後に、時間があるんで、まあ、マルチ回したいなと思ったんですけど、ちょっとね、最近よく言ってる、ダーツにハマってる、漫画にもハマってるっていうので、アニメにも、ちょっと満喫久しぶりに行きたいなと思ってるんですよね。そう、最近すごい行ってなかったんで、マッチング遅いな、マジで。よいしょ。そうなんですよね。久しぶりにちょっとね、満喫行っちゃおうかなーって悩みなんですよ。マジで満喫行って、まあ3時間くつろいで、家帰ってからマルチ。まあ満喫もマルチできるんで、ちょっとね、この悩みですね。あと僕の結構大きな悩みとして、こう、身近に、こう、今から遊ぼうぜっていう遊べる友達が欲しいっていう僕のこの結構な大きい悩みなんですけど、これマジでやんちゃだな相手、ちょっとうまいしなしかもいやそうなんですよ、この悩みを僕は多分解決できないんですけど、多分視聴者さんはじゃあ来季さんとか焼き鳥とかあと遊べばいいじゃんって多分言うんですけど、こうそのあれなんですよ、まあ遊べるのは遊べるんですけど、こう、なんていうんですかね、こう、結構、もっと、こう、近場で、まあ、言ったら、まあ、家と家の距離がやっぱあるんですよね、意外と。まあ、言えないんですけど、詳しいところはね。言えないんですけど、まあ、やっぱ距離があるわけで、こう、もっとなんか近くに、こう、いると、ああ、じゃあ今から遊びに行くわ、とかできるじゃないですか。わかります?とか、まあ、あとは車とか、まあ、地元の方なら多分あると思うんですけど、ちょっと遊び行くわで車で移動してとかあると思うんですけど、やっぱ電車でってなりますし、ちょっと距離があると、また集まれる時でいいやとかって感じになっちゃうんですよね、結局。なんですけど、ちょっと今から、こうちょっと今日暇だな、あ、今から遊ぼうぜぐらいの、この、ちょっとね、こんな感じで会える友達が欲しいなってすごい最近思ってます。まあ、友達が僕、まあ、少ないは、まあ、多くはないと思いますし、しかも、あれなんですよ。東京の方に今来てるわけで、岡山に住んでたんですけど、こう上京してきたわけですから、まあ、地元ではね、もちろん友達がまあ、何人かはいるわけなんですけど、まあ、めっちゃ多いわけではないんですけど、とか全然少ない方なんですけど、その、まあ、離れちゃったからこそ、こっちの友達が、しかも、こうみんな大学とかこう社会人になってたとしても基本岡山とか神戸とかなんですよね。やっぱその周りでみんな固まってるんで、こっちにその地元関係の友達がいないわけなんですよ。言っちゃうとわかります。クラロワで出会った人しか言っちゃうとこっちにいないんですよ。こうみんな出てても大阪までとかなんで、そうなんですよね。なんでこう昔仲良かった友達とかはもう言っちゃうと岡山に帰らないとっていうか、こう気軽に遊ぶことはできないので、そうなった時にクラロワ関連の人としかこう今から遊ぼうぜっていうのができないんですけど、みんな遠いのよ、本当にみんな遠いのよ。遊びたいのに、遊びたいんですけど、みんなすごい遠いことによって今から遊ぼうぜがなかなかねちょっとできないわけなんですよね。まあそれがねちょっと今のねちょっと悩み的な部分でありますね。そうなんですよね。こういうリーグが今オフのシーズンだからこそ、めた時間ができるわけなんですけども、そこをね、ちょっとこう、家でぐうたら使っちゃうのがね、もったいないなーって感じちゃってるんですよね。なんで、勝ちてえじゃねえな。それはクララは勝ちてえんですけど。遊びてえんですよね。やっぱオフだからこそのね。ヤキちゃんがな、ヤキちゃんとね、マジで結構1時間ぐらいかかるんですよ。家、遠いんすよね。なんで、俺が行けばいいのかな。遊ぼうぜって言って、俺が乗り込めばもう勝ちなのかな。さては気づいた。待って、俺なかなか解決できない悩み解決するかもしれない。俺がもう行っちゃえばいいんだ、その場所にそしたらもう拒否入れないですよね。もうあ、痛い。あ、入ってない。ラッキー。あ、ラッキー。さあカウント。いやー、そうなんですよね。まあ、みんなこう遊べるうちにね、遊んどいた方がいいですね。本当に遊びたくても遊べなくなりますし、その友達ともこう言っちゃうと、高校、大学、なんかこう高校に行くと中学の友達とも離れますし、大学行くともうほぼ離れますからね。遊べるうちにこう仲いい人とは遊んどった方がいいですね。本当に全然遊べなくなっちゃいます。よいしょ。あー、遅かった。まあいいや。まあここはまじめちゃに対応してくるから、それを回収してなんか適当にかな。よいしょっていう感じですね。はい。まあ僕のちょっとした悩みです。最近遊びたい欲がすごいんですよ、謎にね。なんで誰か遊べる友達いねえかなーってすごい思ってます。連絡しますかね、誰かに。みんな何してるんだろう。こういう受験が終わった時とかね。まあでも受験シーズンだから友達誘いにくいのもありますけどね。マジで勉強しないといけないけど遊びたいっていうこの気持ちでいっぱいですから。受験終わったらね、遊びましょう踏んで、これメガナイト内側にやって。竹取れないかな。お、待って、やばい。気悪い。ちょっと待って、208でしょ。208なんで、あ、ボムタワーが壊れてくれたらいける。いきまーす。で、このデッキのこと何も言ってなかったんですけど、まあ、このデッキの強みとしては、メガナイト枯渇、オアメガナイトロイフみたいな感じで、こうメガナイト枯渇だったら刺さる相手、刺さんない相手がやっぱ出てくるわけなんですよね。そこに対して、なんて言うんだろうね、相手がミニペッカとかだと、ロイフ、あれが通んないんですよ、やっぱ。メガナイトが。メガナイトディガーをどんだけ頑張ってもなかなか通んないんですよね。相手がミニペッカとかあると。でも、ミニペの弱点はロイフなんですよね。単体なんでロイフなかなかやっつけれないっていうので、こうロイフをいっぱい飛ばす相手、今回は相手がバルキリーボムタワーだったんで、ほぼロイフ飛ばしてないと思うんですよ。まあ、そんな感じでこう相手のメタに対してこう反らしてって感じですね。バルキリーとか範囲攻撃多いなら、まあ、ロイフ出さずにディガーで結構削るとかなんでって感じですね。相手にミニペッカいるなら逆にロイフをたくさん飛ばそうみたいな感じで、まあロイフのことによってペッカ、メガナイトはペッカに相性悪いんですけど、こうペッカの弱点は結構ロイフにあるんで、こうメガナイトなんですけどロイフがあることによってペッカにもね全然勝てる、こともありますとか、全然勝てますね。はい。という感じで感じに3連勝しましたね。ちょっとクララのこと全然触れてなかったけど、みんな受験勉強頑張ってねっていうわけで、今日はね、終わりにしたいと思います。ちょっと昼から動画撮るとね、気分が乗らないっすね、なかなか。夜だとね、もっと元気かもしんないんですけど。はい、というわけで、ちょっとね、この後満喫行こうかな。すごい悩むな。それかトロがめっちゃ上がってるかどっちかっす。では、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。